はい。どうも皆さんおはようございます。今日はですね、早朝に収録しています。カメラ雑談ということで、今日のテーマはですね、シネマルックとフィルムルックはちょっと違うんだよというお話をさせていただきたいと思います。え先日ですね、私、名古屋の境に行きまして、まあ家族と一緒にね、でそこで2本の動画をね、まあ、前編後編って分けて、で、公開いたしましたで。その時にね、いただいたコメント、非常にね、多くのコメントいただいて、で、すごくね、 あのちょっと私的には意外だったんですけど、まあ好評でした、はい。特にね、その色の扱いだったりとか、まあ全体的なその雰囲気ですね、はい、ルック、ルックス、えー、の部分について、あの、好評いただいたんで、まあそこについて、えー、ちょっと触れておこうかなということで、まあ今カメラを回しています。えー、このシネマチック Vlog という体でね、 まあこのシネマチックっていう言葉は昔から私ね、まあ、この映像の作品にやら何やらってこうやってた時にシネマチックとは言ってたんですが、まあ、この Vlog っていうのはね、私最初に映像作品とかこうやり出した頃はもうそういう言葉すらなかったし、まあ、知らなかったです。はい。ですが最近ではね、まあ、これが非常にこうトレンドになってきて、で、私もまあそこに乗っかろうかなと思ってはいたんですが、私がやってるのは日頃、まあ自分を撮ってそれを作品の中に入れてっていうことはやってなかったんで、で、今回ね、まあやっぱり やっぱりそういうこともいろいろやっていってよりフリースタイルにでより、えー、カメラの業界にエントリーしてきた人たちがいきなり映像作品で重いテーマで何か撮れますかって言ったら結構それって敷居が高いから難しいと思うんですね。カメラの撮り方もままならないのに、えー、ストーリー企画とかね、まあ、時には絵コンテとか、うんまあ、そういうふうにして、えー、重いテーマをしっかりね、まあ、構築構成していけるのかって言ったらいや本当にこれ大変だと思うんですよ。 なので、まあ私はね、まあ今回 α7C を買ったことによって、まあエントリー層の方々と一緒に成長していきたいなという思いもありまして、まあこのシネマチック Vlog というね、まあ既存のこのねトレンドワード、まあここをですね、乗っかって、まあ私も一緒に学んでいきたいなということで、まあ先日ね、あのように公開したところ、まあ非常にあの好評いただいたんで、まあ今後もやっていこうかなと。 ま、ちょうどね、この α7C と、え、あと、ま、小型軽量のズームレンズ、え、購入いたしましたんで、え、そちら合わせてですね、え、日中でもバシバシ撮っていくと、え、いうことをやっていきたいと思います。はい。で、そんな中ですね、まあ、今回ね、え、このシネマチックと、あとフィルムルックっていうのがね、はい。え、この二つのワードを並べて、ちょっとお話をしてるんですけど、私のね、先日お見せした映像の切り抜きをちょっとご覧いただきますと、こちらね、 はい。まあ、こういう風合いであったりとか、まあ、これ、うちの子供ですね。はい。だったりとか、あと、こういうあ風合い。ね。えこれも、まあ、えー、ジンバルの上に、まあ、ミニ P というジンバルの上にカメラ乗せて、で固定させておいた三脚代わりにして、で、まあ、自撮りをしてますね。はい。とか、あと、まあ、こういうカット。 まあこれはうちの嫁に、まあミニ P ジンバルを持っていただいて、で、歩き取り、はい、並行して、えー、私が歩いてるところを取ってねって、お願いして取ってもらってます。まあこのようにね、 まあ現場ではね、まあどんな仕上がりになるかわからないけど、撮って、あ,あ結果のいいもの、あ,あなかなかいい感じで撮れてるなというものについては、まあ採用して、まあほぼほぼ採用して捨てるものってよっぽどないと思うんだけど、でそれを家で、えー、ルックをね、まあその雰囲気をどういうふうにするのかっていうことを、まあイメージしながらやっていくと。まあここでね、パソコンに向き合うという、まあ編集というよりも、まあ色とかね、全体のまあ音楽も含めて、 はい、見え方っていうのを調整するっていう作業。これがね、結構楽しいですよ。はい、ぜひね、まあ、おすすめしたいと思います。 で、えっと、いろいろね、ご質問いただくことがあってね、まあ、海外の方だったりとか、特に私のファーストチャンネルのビデオチャンネルの方ですね、よくね、その、どういう色の調整をしているのかっていうふうに聞かれることが多いんですけど、まあ、そもそもですね、私、このシネマチックって言ってもね、まあ、一言では語れないし、いろんな見せ方がありますよね。そもそも、私も映画好きなんですけど、私、どんな映画が好きだったのって皆さんはどんな映画好きですか私はですね、もう、それこそ、 古き良き名作みたいな映画が好きなんですよ。えー、もう10代の頃からずっとね、えー、名作と呼ばれる1930年代ぐらいから60、70年代ぐらいまでの、まあ別にそれ以降も名作ってありますけどね。はい。昔の名作映画というのをずっとこう、まあ自分ね、こう刷り込まれて育ってきました。はい。で、その時のやっぱりね、えー、まあ、ルックというかその雰囲気。 と、今の映像、現代的なね、まあ、ハイテクを使った、まあ、機器を使ったその映画の映像って何が違うのって言ったら、まあ、決定的に違うのは、まあ、フィルムなのか、デジタルなのか、この違いなんですよね。で私は、まあ、デジタルの機器を使うことは好きだし、デジタル世代だとは思ってるんですけど、でも、フィルムが好きなんですよ。で私ね、天体写真で、えー、最初にね、まあ最初デジタルだったかな、途中からね、フィルムに移行したんですよね。 フィルムっつっても、ええー、まあ、中盤。中盤というか、まあ6、6級サイズのね。まあ、結構比較的大きい。今でもカメラありますけどね。はい。裏紙を外してとかっていうことで、ええー、この6級サイズで天体写真を撮ってました。はい。で、その時のフィルムの、ええー、その映り方とデジタルのね、まあ、カメラ、今ね、まあ、こういう民生用のカメラとか、まあ、専用のカメラとか使ってますけど、そういうものの映り方ってだいぶ違うんですよね。 特に生フッテージというか生画像、ロー画像、え取、ー、れたてのそのこうね、いじってないやつをこう両者付き合わせて比較するとだいぶ違うんですよ。で、この違いって何だろうなっていうことをこう探求したりとかするのがすごく楽しくて。で、デジタルはデジタルの良さがありますし、まあ、自由度の高さとかね、まあ、解像力の高さ、感度の良さとかね、そういうのがあります。で、フィルムは感度は低いんですよね。感度低い。 だけど、その、ええー、まあ、観光特性ね。ね 観光特性、光を感じる、まあ、その性質ですね。まあ、これがね、デジタルと、えー、リニアリティの高いデジタルとフィルムってだいぶ違うんですよ。そこら辺の違いっていうのが、まあ、私、写真始めてから、このデジタルとアナログのこの銀塩を両方やることによって、まあ、見てきたわけですよ。で、今ね、まあ、この映像で見せていくというね、時代になって、まあ、スチルももちろんありますけどね、私は映像、まあ、ビデオ派なんでね、はい。 になって、まあ、やっぱりね私は、まあ、シネマって言ったらこうデジタルも含めたシネマ現代のシネマとかありますけど私の場合は、まあ、古き良き、まあ、銀苑時代のねフィルムのシネマこれがね私的にはまあ好みなのかなということでやっております。 なので、私の映像ね、まあ、こういう映像とか、まあ、こういう映像とかを見て、あ、シネマチック、このシネマチックどういうふうに出すのっていうふうに言われると、まあ、あんまりね、万人にお勧めするものじゃないのかなって、まあ、解雇主義というか、昔のものを、まあ、あえてね、まあ、再現しているような、まあ、私の個人的な趣味なんだよ、というふうにね、あの、捉えていただけたらと思います。 はい。まあ今の、えー、こういう現代的なね、え、α7C みたいなハイテク機器を使って得られるものっていうのはもっと、まあハイファイというかね、はい。ダイナミックレンジだったりとか、解像力だったりとか、豊かですし、色も表現力が高いです。ですので、まあやっぱりね、一番誤解されたくないのは、α7C の色ってこんなにくすんでるんだ、みたいなね。まあそういうふうにやっぱ思われちゃうといけないから、まあここはやっぱり補足しておこうかなと。 はい。あくまでね、まあ趣味、ロマンで、まあこういう色にしてるんだよと。で、まあフィルムルックをデジタルでフィルムルックに見せていくということは、いろんな情報をそぎ落としていかなくちゃいけない。足すんじゃなくて、引き算するしで、むしろちょっとこう荒らしていくような感じなんですね。イメージ的には。はい。そういう方向性なんで、よっぽどそういう まあ昔のシネマとか、そういうね、ちょっとノスタルジーの世界が好きだと言われる方はですね、えー、どういうふうにね、習得するのかということをお伝えしますと、やっぱりですね、昔の映画なりっていうのをこう見るということ。はい。昔の映画は私大好きなんで、何回も何回も繰り返し見るんですね、えー。1900、まあ私もやっぱカラー好きですから、1960年、70年ぐらいのカラー、まだ出始めの頃の色、ああいうものをリファレンスにしたりとか、 はい。そういうインプットありきで、で、まあ、何かを生み出していくというのが面白いと思います。<laughs> デジタルってね、まあ、すべての工程を、ね、プロセス、プロセスを1から10まで全部、まあ、 アクションみたいな形で、えー、誰かがね、やったものを同じ、えー、別の人がね、同じことを再現することができるんですよ。なんかブラシでお絵描きするとか、そういうものじゃない限り、全部コマンド化されていて、同じことを教えれば同じ風にできるんですね。だけどやっぱり、皆さんが撮る、 被写体とか皆さんが、まあ、けるカメラの方向ってね、私の状況と全然違いますから、そのシーンに合わせた、えー、その、まあ、グレーディングプロセスとかっていうのがやっぱり当然違いますよね。ですので、えー、そのプロセスを1から10までお教えするというよりも、やっぱり、えー、まあ、いいもの、自身が、自分自身がいいと思うもの、まあ、その昔のシネマなりっていうのをこうインプットして、 はい。で、それをなるべく近づけていくとかね、探求していく。昔のフィルムっていうのはなんでこういう風合いが柔らかくてね、えー、明るいところも柔らかくて暗いところも、そういうところをね、まあ追っかけていくというのが、この趣味の楽しいところ。 でもありますんでね。まあぜひね。まあそういった。まあ私は一つの、えー、まあ好みの一つだという認識をいただくのと、あとね、まあそういう探求心を持って、まあ色の編集なり、色と付き合っていくということをやっていただけたら、よりね、この、まあイメージング、映像を見せていくという工程が楽しくなっていくというふうに思っております。はい。ぜひともね、お勧めしたいと思います。 まあ今までだったらね、まあビデオだったら、まあハンディカムとかで自分を撮ってね、まあもしくはスマホで撮ってで、そのまま撮って出しで見せていくという記録的なものが多かった中で、まあ今は本当に多様化してですね、まあそのシネマルックとかシネマチックって言っても、いろんな方向性あります。だからもうこれがシネマだっていうふうに全然言うことはできないですし、いろんな方向性で、いろんな皆さんね、えー、が思ういいもの、えー、っていうのをね、見せていただけたらと思います。はい。えー、そんなわけでね、今日はシネマルック ックえっ、ー、と、あとまあ、フィルムルックっていうのはちょっと違うんだよと。はい、えー。いうお話をさせていただきました。チャンネル登録もね、よろしくお願いいたします。以上です。